ラーメンの上に麻婆豆腐が乗って出てきたら幸せだとふと思ったんです。というわけで麻婆豆腐をラーメンの上に乗っけてみました。鶏の手羽中から申し訳程度にお出汁を抽出、麻婆豆腐を優しい味わいのラーメンと共に楽しみます。何一ついいことなんてなかった人生だけど、生きてきてよかった。まずは鍋に水を注ぎ込んで火にかけます。手羽中を用意。今回は 200g 使用。手羽先の方がいいお出汁が取れそうですが、売り切れていたのでこちらを購入。まあなんとかなるでしょう。まず手始めに骨に沿って包丁で切り込みを入れていきます。他の手羽中も同様に。この一手間で加熱していく際に火が通りやすくなります。なおかつ出汁を取り終えた後の手羽中がほぐれやすく食べやすくなります。次は沸騰したお湯の中に手羽中たちを投入。全体にお湯が行き渡るようにガッチャガチャとやっておきました。気が済んだらすかさず火を止めてザルの中に男らしくぶちまけましょう。そしたら流水で血合いを洗い流します。丁寧に血合いを一つ一つ洗い流しておくことで血生臭い嫌な匂いをある程度抑えられると睨んでおります。ミネラルウォーターを鍋の中にたっぷりと注ぎ込んでから火をつけます。生の鶏肉をさばいた道具類にはカンピロバクター属菌が付着しているため、しっかりと洗ってから次の工程へ移行しましょう。生姜とニンニクを用意。生姜は皮がついた状態のままなんとなくスライス。多分このぐらいでいいと思う。次はニンニク。今回は2かけ使用。頭とお尻の硬い部分を切り落として皮をペロンと剥いていきます。あとは縦方向に包丁を入れてパカッと開いておきます。いつの間にか沸いていたお湯の中へ先ほどの手羽中を全量投入。生姜とニンニクも後へ続きます。ネギの頭はちぎって投入。これにより臭みを打ち消す効果が高くなるとの噂です。アクが出てくるのでせっせと取り除いておきましょう。気が済んだらもはやついているんだかついていないんだかよくわからない程度の火力に落とし、そこへお酒を投入。華やかな香りをまとわせていきます。あとはおのおの好きなことをやって40分間程度おとなしく待機。火加減はなんかポコポコしてるな程度で構いません。思いのほか暇になっちゃって困ったので、麻婆豆腐に使用する香味野菜たちを切っていくことにします。まずは白ネギから。ちょこ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 と細かい傷を全体的につけていきます。あとは端から端までぶったたいてみじん切りの作成。しっかりと歯ごたえが残るよう大きめのみじん切りにしていきましょう。まあ大体でいいっすよ。どうせ煮込んでしまいますので。ネギの青い部分も忘れずに。なんか使いづらそうな部分を外します。そしたらなんとなく縦に切り揃えていきます。本当になんとなく。それを斜めにカット、ひし形みたいな形にカットしておきましょう。生姜は 3,4 枚程度、まあまあ薄めに切り出していきます。それを縦に切り進めてぶっとい形にカットしていきます。こちらも食感が残るように大きめに切り出していきましょう。あとは向きを変えてザックザクとどでかいみじん切りにしていきます。最後はニンニク。またもや2かけ使います。まずは皮を剥いていきます。頭とお尻の硬い部分をちょっと大きく切り落として、爪楊枝を使用して中の芯を取り除いていきます。なんとか取り終えたら包丁の腹を利用してニンニクを押しつぶしていきます。これにより
香りが立ちやすくなりそうです。あとは大雑把に刻んでおきました。絹ごし豆腐を一丁、木綿豆腐でも構いません。好きなものを使いましょう。水を捨ててからなんとなく四角い形に切り揃えていきます。鍋に水を注ぎ込んで、ひとつまみの塩を加えます。火にかけて沸騰する前の状態のお湯の中へお豆腐を投入。雑？そういえば40分経過していたので、お出汁をこしていきます。ボウルにザルとキッチンペーパーをかまして、優しく注ぎ込んだら出汁の完成。思っていた5倍ぐらい薄い出汁が取れました。もうちょっと琥珀色になることを予想していたんですけどね。お醤油と塩を加えて味を整えておきましょう。お玉の中へ豆板醤、甜麺醤、先ほどカットしておいた生姜とニンニクを用意しておきます。その隣で鍋を火にかけて加熱していきます。米油など、主張の弱めな油を注ぎ込んで、またもや加熱。ごま油を使用すると仕上がりにコクが出ます。煙が上がってきたところへ豚ひき肉を投入。別に丸めておく必要はありませんが、あまりいじくり回さずに、しっかりと焼き色をつけていきましょう。少しずつ崩して焼いていくことで、食べ応えのあるゴロゴロとした食感を目指します。ひっくり返して反対側も同様に、焼き色をまとわせていきます。砂糖をがっつりと加え、油が透明になるまで炒めたら、先ほどのお玉の中身を合流させます。高温の油でしっかりと炒め、彼らの持ち味を引き出していきます。ひき肉は時間をかけてカリカリに炒めることで、スープと合わせた際に、なんか、いい感じになります。粉唐辛子を加えて紅に染め上げたら、次は豆豉醤。豆板醤とかと同じタイミングで投入してください。今回も入れ忘れていただけです。らしからず。そこへ鶏の出汁。すっかり忘れかけていたお豆腐。崩れてしまわないようにお玉の背中を利用して優しく合わせていきます。ネギは火が入りすぎないようにこのタイミングで投入。水溶き片栗粉を少量ずつ加えてとろみをつけていきます。ダマッダマになってしまわないようにしっかりと攪拌しながら少しずつ加えて好みの硬さになるまで頑張りましょう。しっかりと焼いて粉っぽさをなくしておきます。最後にごま油、そしてラー油を投入。さらに加熱して油が浮き上がりツヤツヤしたら完成。疲れた。鍋に水を注ぎ込んだら、もう一つの鍋にはお出汁を注ぎ込んで火にかけます。今回私がいただくのは、つけ麺用極太麺。250g 一丁。今日もお腹ペコペコだし。その傍らで、ちっちゃいフライパンの中に米油をこっそり注ぎ込んでおきます。お湯が沸いたら麺を茹でます。袋の表記時間通りに茹でます。冒険はいたしません。100均のラーメン鉢の中へラード。そこへ熱々のお出汁を注いでスープを作ります。すかさずちっちゃいフライパンを加熱しておきましょう。茹で上がった麺を整えます。どうせ見えなくなるけど。その上へ麻婆豆腐をどっさりと。さらにその上へ山椒の粉をどっさりと。鷹の爪を散らしたら熱々の米油を回しかけます。さらにダメ押しで引き立てのホアジャオをたっぷりと。ネギを飾ったら完成。こんなもんでしょうか。麻婆豆腐とラーメンが一度に我が家にやってきました。今まで何一ついいことがない人生でしたが、
歯を食いしばって生きてきて本当によかった。麻婆豆腐とラーメンを一緒に食べている。まあそんな感じです。今日は頑張ったのでハイボールのご褒美。